はい、おはようございます。こんばんは。マスアー、ま、すです、えー。出勤前のバタバタ収録してますけど、はい。はい、コーヒーを飲んでいます。はい、えっ、ーえー、と、ハルキュウかなハルキュウの上の、えー、とに上に、えー、侵入した、えー、ロシアロシア軍とロ、えー、シア、えー、ぎ牛兵は、えー、撤退したですね。いろいろと、えー、見方がありますけど、 はい、えー、また、えーえー、バ,バックムットの、ショッピングセンターの方には、えーえー、京都法を少し、えー、ウクライナに格好してますね、まだまだ厳しいですね。えー、バックムットもそれぞれ、えー、よろしいは、呼びへ、へ、 兵力を投入してますね。えー、上と下、イワネスク方面も。なかなか、まあ、それで、えー、反撃も、まあ、少し、えー、ウクライナの反撃も止まってますけど、まあ、いろいろとお、まあ、マリンカあとかあ、アウディカですね。アウディカもそれで、ウダペラですね。まだまだ厳しい状況が続きますけど、はい。えー F16、訓練してますね。えー、投入が,が待たれます。えー、ザポルシュ、いろいろとその動画で、えー、プリーゴジン氏も、えー、このロシアは厳しいじゃないかということで、ウクライナは今最高の軍,、うん、軍隊で、世界でも強い軍隊とい投稿してますね。えーまあ、ワグネルはもう、どうですかね、えー。2ヶ月休むと言ってますけど、引き上げると言ってますけど、佐伯軍。バクムットにはロシア軍が、まあ、4万人ぐらい、えー、ヘビー、えー えー、集結してますね。えー、なかなか厳しい状況ですけど、えー、ウクライナの反転ですね。えーまあ、焦らず、まあ、じっくりと F16、相手の戦力の5倍もいりますので、まあ、3倍、5倍いりますので、焦らず、ウクライナの犠牲も多いですので、えー、慎重にまた確実に行ってほしいですね。えー、このニューススタンスも、ウクライナの平和、ウクライナの完全な主権の回復、また、ウクライナからロシア軍の撤退をとおしています。い、ま、ろ、あ、な情報が、えー 飛んでいますけど今、えー、一息かなという感じですね、えー、バクムットがあーまあほ,ほぼロシアの支配下に入ってまた真、まあ、上の方では少し、えー、まあ拡覧、擁堂作戦、予備作戦、えー、大きな威力偵察ですね今言るとありますけどまあクリミア半島、オアるイル、えーえー、ストーム、シャドウですね、えー、でだいぶう、えー、敵地攻撃ですね クルミア半島とか、いろいろその、お重要施設を狙う,うち、また、あ えー、ロシアでは各地では火災等が発生してますね。イエレート活発。予備段階ですね。予備段階で、まだまだ本格的ですけど、F16、また本格的な、えー、まあ、ロシアも防備を固めてますけど、ウクラに憩レですね。短くなりましたけど、えー、おはよう、こんばんですね。ウ、えー、クラに憩レマサーとしたマサートのこの、ニシスユンタク、ノカトの編集でこれしてます。えー、出勤前で、えー、短くなりましたけど、また、あえー、えー マサートの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。マサートでした。